お疲れ様です。ラットです。今日はですね、こちらダブルエリクサー大会があるので、まあ、こちらのね、まあ、おすすめデッキを、はい、紹介していきたいなと思います。で、まあ、まだね、この大会あと8時間後っていうので、始まってないんですけど、始まってからね、普通にバトルして動画出せばいいんですけど、まあ、なぜちょっとね、早めに動画撮っているかというと、まあ、シンプルにこのダブルエリクサー大会が始まってる時間帯は、まあ、僕寝てると思うんでね。ちょっとね、はい。寝てると思うんで、ちょっと早めに撮っておこうと思います。はい。で、おすすめするデッキなんですけど、まあ、こちらになります。はい。で、ですね、ダブルエリクサーなんで、もちろん、序盤から、延長タイム、残り1分の時と一緒。っていうので、まあ、エリクが2倍イコール、まあ、重量級が結構、まあ、多くなってくると思うんですけど、重量級が多くなってくるにつれて、やっぱまあ、あれですね、こちら最近の入りのラバデッキ。このラバクロが、普通の1000人大会でもめちゃくちゃいるらしくて、もう、なんだろうな、グラチャレとかでも結構いるんですよね。で、さらに2倍とかになっちゃうと、もうこれで溢れ返ると思うんですよね。なんで、まあ、このラバクロデッキに対して、こっちがですね、まあ、ポイズン雪玉で、もうガンメタですね、ガンメタ。ガンメタからの、まあ、あとインドラドラ、このドラドラで相手はホバリングも処理ができない。っていう、この流行りのラバに対してのガンメタデッキですね。まあ、この相手と当たったら 100% 勝てるんではないかなと、はい、いうデッキからの次、こちらですね。まあ、重量級と言ったら、ま、ラバとゴレ。なんで、まあ、このゴレですね。このゴレもま、最近流行ってて、まあ、ハンターがベビドラだったりするんですけど、で、ポイズンがライトニングだったりするんですけど、まあ、このゴレに対してですね、まあ、インドラがすごい強いんですね。まあ、雪玉でノックバックはされるんですけど、その処理まではされないっていうのと、まだね、しっかり雪玉でインドラがノックバックされた時に、ゴレがね、入っちゃうんですよ、どうしても。だけど、このしっかり墓石がね、あることによって、まあ、相手のね、ゴレのダメージを防げるっていうことにつながります。まあそんな感じかな。まあ一応ペッカも最近流行ってるけど、2倍だったらどうなんだろう。でも、まあいるとは思いますね。まあでもこのペッカとかに対しても、墓石プラスまあランバーもありますし、対空がね、ホバリング、ここが強いんですよね。この対空3名が強いんで、まあ余裕で、ここのまあ最近流行りのデッキで、まあ2倍で使われそうなね、はい、ところには絶対勝てるであろう、ラバデッキをですね、まあ今回はまあとりあえず普通にまあマルチになっちゃうんですけど、2倍のマルチとかがないんで、もうね、しょうがないですね。それはしょうがない。というわけで、まあ、やっていきたいと思います。よいしょ。で、基本的には、なんだろうな。あ、これは防衛します。普通に。さすがにこれは防衛します。これ、雪玉打っとけば、この雪玉が強いんですよね。ロリババ。元々はというか、結構使われるというか、まあ、ロリババでも正直いいと思うんですよ、これ。ロリババでも全然いいと思うんですけど、このラバクロがですね、意外と厄介で、ポイズン、毎回クローンに対して絶対ね、ポイズンを打てればいいんですけど、結構なんだろうな、結構ラバベビドラホバリングとか、結構厄介な形を作られた時に、そこでポイズンとか打ってしまうんですよね。で、その後に、そのクローンとかされちゃうと、結構意外とこのドラドラとかでも持ってかれたりしちゃうんですよね。なんで、まあ、その子に対して雪玉があれば、全然ね、ポイズンも咲きやすくて、雪玉も咲きやすいっていうので、雪玉にしてますね。あと、ま、枯渇が、シンプルに、まあ、今の環境的にそんないないと思ってるんで、まあ、今来ちゃったんですけどね。枯渇いないからロリババは全然、やめちゃってるのに、今来ちゃったんですけど、そうなんですよね。まあ、だけど枯渇がいない、まあ、いたとしても、その雪玉がありますし、まあ、ホバリングとかも刺さると思うんでね、枯渇に対しては。なんで、まあ、いいかなっていうやつですね。それよりは、まあ、最近流行りのラバとか、まあ、ゴレにもですし、まあ、ゴレにも、ペッカにも、ラムライダーですね。ラムライダーにも雪玉が刺さるんで、まあ、雪玉に変えてます。なんで、まあ、ここの雪玉は最悪、ロリババでもいいかなと思います。まあ、そこはお好みでやってください。っていうぐらいかな。まあ、そんな感じですね。これはビビドラで。これ雪玉で、やばい。さては下手くそまである。いや、まあまあまあ。しゃーなし。しゃーなしからの次ですね。ここでやっちゃうと、ワンチャンキング持っていける説があるんですよね。いや、ないな。いや、これポイズンで、これ処理して、
ッケー。このランバーがキングに行く。あ、ナイトか。まあまあまあ。ヤナメがな、めちゃくちゃ厄介だ。ヤナメがめちゃくちゃ厄介だけど、ホグバレルが来る。ホグバレル来る。オッケー。これはベビドラで美味しいですね。普通に投げてくれたら痛いですけど。しかもバレル12ですからね。バレル 12? あともう一個。なんかも12だった。この人すごいですね。よいしょ。はい。というわけで、しっかり今形作っていきますかね。ラケッティング。あー、早い。めちゃくちゃ回転早い。言うてだった。言うてだった。まあ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 。こっからですね、今ライトニング咲いたんで、どんどん固めていけるというか、まあでもあれですね。ここで攻めてくるのは美味しいですね。で、これインフェ来る。絶対来る。2周目ラバ出したいですね。ここのラバでもう勝ち確ですね。いやー。勝ち確嘘ついたかもしんないけど、本当に勝ち確レベル。対空が相手ない。パワリング。これ絶対あれですね。ロケット打ちますね、ここに。あー、なるほど。攻めできたっすけど、まあ、甘いですね。まあまあ、でも、これが、多分一番相性悪いレベルだと思ってもいいかもしれないですね。まあ、ファイブだったらもっと悪かったかもしれないんですけど、そうですね。まあ、やっぱ雪玉だったからバレルがどうにもできない。まあ、どうにもできないことはないですけど、ホグバレルだったんで、ちょっときつかった。まあ、ですけど、まあ、それでも勝てるし、インフェルノタワーも結局突破できるんで、結構ラバー、の普通にラバーがターゲット取るぐらいでランバーとかホバリングとか付け足してあげたらインフェルノタワーも突破できますんで、まあ、2倍タイムだからな。どうなんだろう、ライトニングとかがポイズンとか増えるから普通にインフェルノタワーはなかなか渋いと思うんですよね。ライトニング積んできたら突破されちゃうんでご了承で、まあ、ね、多分ポイズンとか、まあ、インフェルノタワーはそんなないと思うんですよね。はい、というわけで、まあこれだね。俺も、そう、自分も、俺って言ったら珍しい。あんま言わないんですけどね。動画中とかだと特に。まあなんで、まあ僕もこのデッキで実際にやろうと思ってるんですよね。はい。よいしょ。でもこれで勝ちたいですね。これでこういう戦いになった時に、あ、やっぱインドラですね。やっぱ重量級が増えるっていうので、まあみんなインドラにしますね。でもここのラバ対決も、あれなんですよね。やっぱポイズンと雪玉があるんで圧倒的有利にことを運べるっていうやつですね。これあれだ、気づいた。ダブルエリクサじゃないよ。ダブルエリクサじゃないけど、ただただ相手がインドラ積んでたんだ。そういうことですね。はい、ラバ対決ですね。ラバ対決は、まあ、できるだけ攻めでランバーを使いたいですね。まあ、防衛で受けてからカウンターになればいい、なれたらでいいんですけど、よいしょ。なるほど。このガゴは美味しい。で、相手インドラ、あー、いや、うまいな。それはうまいな。いや、それはうまいな。バルキリーガゴって珍しいな、しかも。いや、これ絶対来るんですよね、あれが。で、ここはホバリング、ランバーも追加したいな。ホバからの、ホバからの、いや、なんか来るな、これ左ランバーにしよう。よいしょ。にゃー、突破してくれ。これ雪玉打つと多分世界変わる。いや、なんも変わんないのかい。まあまあまあ、11ですね。11で、こっから、はい、はい、はい。お互いラバインドラ、お互いラバインドラだけど、相手はバルーンありですね。で、ここで、ケツラバしちゃうと、ワンチャンあの、逆サイバルキリーバルーン怖かったんで危ない。一回しっかり様子見て受けからですね。ここでまあ防衛でポイズン使ってもいいですね。余裕でいい、余裕でいい。使った方がいいもんだろうですね。よいしょ。まあ、ここはラバー合わせた方がいいですね。合わせて、まあ、インドラ残る。いやー、この、あっ、あっち行け、あっち行け、オッケーオッケー。これ僕のインドラの方が強いもんだろう。あー、まあまあでもね、ファイブを割いたんでホバリングつけれる。あー、でこういうさっきのタイミングでホバリングじゃなくてあれですね、攻めランバーしときたかったですね。もったいない。ここの2体が全部餌になっちゃうんですよね、相手の。ちょっとやったっすね、ちょっとやった。ここでバルーンつけられるとちょっとやばいけど、先行は美味しい。うーん、で後ろに釣る。でも雪玉で、雪玉で
頑張ってくれ。あー、インドラ、インドラ頑張った、素晴らしい。やばくないですか今。多分レイジがかかってたからだ。レイジがかかってたからインドラが今神だった。今のインドラ優秀すぎたな。で、ここ相手がどうしてくるかっすね。いや、ここはもうポイズンで防衛します。で、墓石で吊るし、雪玉でも防衛できる。 OK、 いい感じですね。まあ一応これ雪玉打ちします。パピーとかのダメージも減らしたいんで。OK、 これで一気にちょっと不利だったのが、まあ有利ではないけど若干流れは来ましたね。で、後ろからしっかりインドラから展開で、まあラバーこれに合わせますね。で、攻めでランバーを使いたいですね。で、攻めでレイジかかれば、あの相手の、なんだろう、インドラとかもパピーで処理できるんで。よいしょ。で、ファイブを使ったんで、ホバリングサック。で、このパピー、まあこのレイジが、まあそんな活かせないか。まあ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 、でも。OK。いい試合ですね。もう一回同じですね。もう一回同じことをしますね。ややアドを常に取ってる。常に取ってる。まあ、攻めに行きたいときは相手のインドラに雪玉打ちたいんですけど、ここはポイズンでいいや。ここはポイズンで、まあシンプルに処理でいい。シンプルに処理で。ファイブサイター。いや、このホバリング、まあ、することないからしゃーなしっすね。はい、いいっすよ。リード。で、ガゴで受け、バルキリ。なるほど。これインドラでいいや。インドラで、ベビドラで、これまたアドですね、これが。この分がアドになってるんで、今。4アドぐらいある。いや、もうちょいある。5アドぐらいある。やばくないですか？で、ここをちょっとワンチャン突破するなら、雪玉打ってもいいまであるっすね。そしたらラバが残るんで、よいしょ。OK、世界変わる。勝った。おーい、おいしい、あはー、やばい、調子乗った。でもこのインドラが、このドラドラホバっていうのが強いですね。 OK、 まあ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 こんな感じですね。で、これ相手がしかも流行りのラバクローン多分めちゃくちゃいると思うんですけど、もしラバクローンだったら今のとかもマジでもっと楽なんですよね。だってクローンっすから、まずそのポイズンとかファイブがないんで、ここの処理が相手はなかなかできない。だけど、こっちはポイズンで、こういうのをね、結構削れるし、雪玉も、まあ、ある、お互いあるんですけどね。で、相手の、まあ、ランバーは最悪、墓石もあるし、ランバーもあるし、スケブも雪玉か、まあ、ポイズンでも何でも処理できるし、みたいな。これに負ける要素がないんですよね。流行り 100% 勝てますデッキなんで、この辺ね。はい、なんで、まあ、こちらのデッキね、良ければ、あれですね、ダブルヘリクサー。多分このダブルエクサ大会が始まるぐらいに多分上がってると思うんで、はい、よければね、こちらのデッキ参考にしてもらえればいいかなと思います。というわけで、まあ皆さん12勝でまでね、報酬がいいんで、はい、12勝目指して頑張ってください。というわけで、本日はこんな感じで終わりにしたいと思います。はい、では、お疲れ様でした。